はい。それでは始めていきます。時間になりましたので、理算最適化基ロンやっていきますけども、あの、先週はお休みだったのですが、まあ、あの、先々週が第2回で、あの、内容を忘れてるかもしれません。で、まあ、一応ですね、先々週のことは、今日は、あの、とりあえず忘れていただいて大丈夫で、まあ、また、まあ、来週思い出す必要があるんですが、 ま、それはまた来週やると、いうことになります。で、あの、今日は、ここに書いてあるような、線形計画法の復習って話をしていきまして、まあ、線形計画法ってものを勉強したことがない人にとっては、これは復習にはならないわけですけども、まあ、一応、あの、定裁としては復習って、定裁をとってます。で、あの、まあ、線形計画法、あの、知らない人でも、一応、ま、エッセンスはわかるような形でお伝えしたいというふうに思っています。 で、まあ、選挙計画法だけでですね、まあ、30回ぐらい授業はできるんですけども、まあ、そういうことをやろうと、ここではもちろん思わなくて、1回で復習をやるっていうのは、まあ、ほぼ無謀な試みに思えると思うんですけども、エッセンスだけは伝わるつもりでやりたいというふうに思っています。で、何がエッセンスなのかってことは、見方によっては違うんですけども、この授業において今後使っていく部分だけをお伝えするということになります。で、それが今日の内容になります。はい。でですね、一応、あの、スケジュールがあって、ちょっとですね、あの、次回のことを、 ま、準備をしていて、あの、本来はですね、本来っていうかあの、前回まではあの、この第4回目10月31日ですね、には、あの、最大流問題と最小費用流問題を線形計画問題としてどう書くのかって話をしようと思ったんだけども、えっと、時間が足りなそうっていうのが、 えっと、準備をしていて判明したので、それはちょっとやめて、最大流問題だけ次回扱うという形にしたいと思います。で、そういう意味では、この第8回目まで、えっと、ずっと今後、その最大流問題しか扱わないって形になります。で、まあ、後半が、まあ、その最小非用流問題の話になるって形になって、まあ、あの、その最小非用流問題を線形計画問題として、 表すところは、えっと、第9回目のところで行うって形にして、本来は第4回目でやろうと思っていたんだけども、まあ、それはちょっと、あの、後半になるという形で、ちょっとスケジュールは変えています。 まあ、その、変えたいってこと、皆さんにも、あ,あの、伝えても、どうしようもないかもしれませんけども、まあ、一応、調べると違うことになるので、まあ、そういう形になります、ということだけお伝えします。で、今日は、どういうことがやるかっていうと、これ、今まで、あの、お見せしているような、まあ、図ではあるんですけども、あの、前回、まあ、何やったか、思い出す必要はないんだけども、えっと、何だったかっていうと、最大流問題っていうものに対して、最適性条件を導いて、まあ、その時にですね、えっと、ホットネットワークっていうのを使う、増加道っていう概念を使うって話はしたんですけども、で、それを、あの、じっと見るとですね、証明を見ると、アルゴリズムが浮かび上がってくる。 っていう話の話は、っていうか次回の話、次回の話は、ここら辺の,です、ね、この最適性条件とかアルゴリズムの、まあ最適、最適性条件ですね、最適性条件のところをこの線形計画法の視点から、えっと、眺めるって話をしたいんですけれども、そのためののが今日の。 えっと、四点です。で、そのために、まずその線形計画法とは何なのかってことを説明するっていうところから始めて、その線形計画法における重要な概念が2つありまして、それはですね、ここにある相追性と相補性です。で、これは、まあ、言うなればですね、別に、まあ、線形計画法だけではなく、その、数理最適化とかですね、最適化法っていうものを扱うときには、どこでも重要な役割を果たします。 で、まあ、別の言い方して、ここでまあ大炎上するかもしれませんけども、この、双方性とかですね相、相対性を使っていない、で、えっと、最適化をしようというのはですね、ほぼ、も、ま、う、あ、何もやってない人しい、<laughs> あ、これ怒られますね。<laughs> 何かやってるんだけども、それは、あの、その最適化のですね、フルパワーを活用してない、というふうに思ってます。ので、ぜひ皆さんはですね、あの、 この授業を離れても、なんか最適化っていうものをしようと思うんだったら、まあ、こう、相通性とかですね、相互性ってものを頼りに眺めてみるっていうのは重要な態度なので、まあ、そういうつもりでいてほしいというふうに思うわけです。で、それを、線形計画についてちょっと紹介するという形になります。すみません、ちょっと取り出しめていただいてもいいですかで、それで、えー、っとですね、これをやっていくという話になります。で、今日の話は先ほど言った通り、まずその線形計画問題とか線形計画法って何なのかってことを定義します。 定あのご紹介します。で、その後に、まあ、この相対定理というものと双方性定理というものがあるので、それをご紹介するという形になります。で、一部証明をする。けども、あの、全部行うわけではないという形になります。はい。で、じゃ線形計画問題って何でしょうまあ、こういう問題です。これ、小さな例。これ、線形計画問題です。これ、例です。で、まあ、どういうものかっていうと、これはですね、えっと、変数が2つあります。x1 と x2 と。で、マキシマエズザンタラ。 カンタって書いてある。このなんとらカンタらをですね、最大化したいって、そういう気持ちです。まあ、気持ちじゃなくて、これは、そういう定義なんですが、最大化したいと。で、最大化って何なのかってことは後で定義します。で、その後にですね、なんかこのサブジェクト2っていうなんか、あの、見慣れない英語があって、まあ、それ置いといて、その後に何かしが書いてあります。これはやっ制約と呼ばれるものでえ、何かっていうと、この制約と言われるもの、これを全て満たすような X1、X2 の中で、この、なんとかですね、 この式を最大化しなさいっていうふうに、まあそういうふうに読ん,読んでほしいわけです。これマキシマイズ書いてあるのはこれ最大化しなさい。これはですね、英語で言うとこれ、だから命令形です。マキシマイズって動詞があって、マキシマイズ、マキシマイズしなさいっていうふうに言ってるわけです。で、まあこれ、その X1 と X2 っていう2つの変数があるので、これは平面上に図示できます。で図示しましょう。 その、その前にちょっと一応、用語があってすいません。ちょっと流れが分かってなかったです。えっと、この、な、最大化しなさいって言ってる、その最大化するもの、このことをですね、目的関数っていうふうに、最適化では言います。これはですね、分野によってですね、これは評価関数と言ったりですね、いろいろと呼び方はあったりするんですけども、最適化の文脈では目的関数と呼びます。目的関数と呼びます。はい。で、この制約といったものは制約。これはですね、分野によっては高速条件と言ったりすることもあるんですけども、最適化では制約と言ったりします。はい。で、 図示でできます <laughs> すとというこね今、ここの台形。これはですね、えっと、ここに書いてある制約をすべて満たすような X1、X2 という点の集合です。まあ、これはその横軸が X1 で、縦軸が X2 を表すというような座標平面で、まあ、これ原点だという形になっていると。で、まあ、あんまり詳しくは見ないんですけども、まあ、これ4つ不等式があるから、それにあの応じてですね、4つ直線が引かれていて、まあ、ある領域をこの式によって指し示すことができると。 いうことです。で、で、まあ、こういう式の書き方、えっ、ー、と、図の書き方は皆さんご存知だと思いますとなります。で、この台形の中にある点の中で、この青いですね、この目的関数を最大化するような、最大にするような X1、X2 を見つけてくださいっていうような、こういう問題なわけです。で、まあ、どういうふうに考えてほしいかっていうと、今この目的関数っていうのは、この X1 と X2 を決めれば、ある一つの実装に決まるわけです。じゃあ逆にですね、その、 取る実数がなるかっていうことにありますかっていうふうに今考えましょう。え、じゃあその取り得る実数、例えばですね、まあいろいろあり得るわけです。それはまあ6であるかもしれないし、5であるかもしれないです。こんな感じでいろいろ値があり得るわけです。で、その値を一つ決めると、例えば6と決めると、マイナス 2x1 プラス 3x2 イコール6ってうこういう式が得られます。で、これはですね、この平面における直線なわけです。マイナス 2x1 プラス 3x2 イコール6って直線がこれ引けます。これ今引いてます。で、 この直線とこの赤い領域に交わり、低いような交わりがあれば、それは何を意味するかっていうと、このマイナス 2x1 プラス 3x2 イコール6という式を満たす x1、x2 っていうのがこの赤い領域の中にあります。つまりこの制約を満たすような x1、x2 がこの6という値を取れますよってことを意味するわけです。 ただ、残念ながらこの直線ですね。この赤い部分と交わってませんから、えっと、そのような x1x に存在しない。そのようなっていうのは、マイナス 2x1 プラス 3x2 を6とするような x1x2 は、この制約を満たす限り存在しないということになるわけです。じゃあ、制約を満たすところで、そのような x1x2 があるところを見つけようと思ったら、この赤い領域とですね、交わるような直線を見つければよいと。例えばですね、この直線。 この直線は今あ、あんまり指示語を使うのはよろしくないんですけども、もう指示語でいった。指示語しかないんで。えー、っと、マイナス 2x1 プラス 3x2 イコール2っていう直線。これですね。これはこの赤い部分とこれ交わってるわけです。ということなので、これは何を言ってるかっていうと、マイナス 2x1 プラス 3x2 イコール2を満たすような x1、x2 っていうのが、この赤い領域の中に存在する。ってことを言ってるわけです。ということなので、この制約を満たす、 x1, x2 の中で目的関数の値を2にするようなもの存在するということを言ってるわけです。で、この2っていう値は今出たんだけども、じゃあ、この目的関数の値を2よりも大きくするような X、x1, x2 ってあります点はありますかってことを聞くところあるわけですね。で、これは、これ、あ、すいません、ちょっと、例を。これですね。えっ、ー、と、例えばこれ x1 と x2 を、ここの点、この点が何なのかってことがパッとわからないんですけども、えっ、ー、と、おそらくですね。 0、1>, ゼロ1って言ってたんですね。えっと。x1 を0。x2 を1とする点がここです。じゃなかったらどうしよう。多分そうなんですけども。えっと、で、これは、この直線上、このっていうのは、えっと、マイナス 2x1 プラス 3x2、3っていう直線上の点でもありますし、この赤い領域の中の点でもあると。中っていうのは、えっと、この制約を全部満たす <laughs>、えっと、点でもあると。あつまり、この目的関数の値を、 3とするような、この制約を満たす XXX に存在するということになります。で、実際この、この3をですね、えー、3.1とか、3よりも大きくすると、この直線がですね、この赤い領域からは離れていくので、この3という値が、この目的関数を最大にする、目的関数の値を最大化した値になるわけです。で、こういうものを見つけたいっていうのが、この線形計画問題という形になります。 これをもっと一般的にやっていきたいというのが選定計画法です。ここまでいいですかでこういうものです。でこれで10分か,かった。なるほど。ええー、とですね。で、えー、っと、一応ですね、えー、っと言葉があるんですけども、このようにこの最大化された値のことを最適値と言います。で、この最適値を与えるようなこの点。 あ、01合ってましたね。えっ、ー、と、01合っててよかったんですけども、これのことを最適解と言います。で、重要なことを言いますけども、この最適値という言葉と最適解という用語は明確に区別されます。で、これを分からずに、分からずに、えっ、ー、と、これを、これこの認識がなく最適値とか最適解っていう言葉を適当に使う文献が多すぎる。私は憤慨してます。皆さんはそういうふうにならないでいただきたい。 この最大化された値のことを最適値と言って、それを与える点のことを最適解と言います。この二つは明確に区別されます。もう一度明確に区別されます。はい。なので皆さんは明確に区別をしてください。はい。そういう形で、えっと、こういうもの、最適値とか最適解っていう、まあこれは例を出してるんですけども、後で定義をちゃんと紹介します。はい。で、こういうものが線形計画問題です。で、今は、まあこれ、あの、二つしか変数がなかったので、この x1、x2 っていうこの座標平面に、この全ての図はかけて、 ま、この図をじっと眺めることによって、これ解けるんですけども、まず解くって言葉は何なのかってこともあっ定義しますが、解けるんですが、この変数の数がですね、もっと大きくなってくると、まあ、図書けないわけです。で、まあ、図書けないと、解けないねってことには、ならないんで、ちゃんとそれは、あの、アルゴリズムっていうものがあって、それを使えば解けるっていう話になっていくのが、数理計画法とか、数理最適化の授業なんですけども、そういう話は今日はしないということになります。ただ、 その一般的にその変数が多くなってもどう書けるのかってことはちょっと議論したいと思っています。じゃあまずですね、その線形計画問題をまあ定義しようと思うんですけども、どういうもので構成されるかと。今言ったみたいにこんな形でかけていて、このまず変数はこの場合 x1、x3 だったということです。で、えっと変数はですね、実数値を取るっていうのがこの線形計画問題で考えるときに普通に行うことです。えっと、いろんな線、いろんな、えっと、数理されて、 問題というもののがあってその時にはその変数の値が何を取る、変数の値として何が取れるのかってことは場合によるんですけども、この線形計画問題においては実数値を取るというふうにしています。で、制約と呼ばれているもの、これですね。これは必ず、えっと、変数に関する線形の等式か変数に関する統合付きの点が書いてあるのは何でかっていうと、ここに書き忘れたからですね。これ線形のですね。線形の不等式です。だから必ず線形でなくてはいけない。 で、線形って何なのかってことを、えっと、ご存知ない方のために線形の、まず、て、あの、説明すると、線形って何かっていうと、えっと、これ一時ってことです。一時もわかんないかもしれませんけどこれだから一時式ってことです。二次の項とか三次の項とかない、掛け算が出てこない、掛け,け算あ、変数同士の掛け算がない、もの,のことを一時と言ってますけども、それをまあ、線形と言ったりすると。はい。で、えっと、この、えっと、 で、例を見ると、この、ここでは、統合付きの不等式、線形のですね、不等式しか出てきてないんですが、別に、あの、等式でも構いません。はい。で、実際に、あの、次回やるときには、等式も出てくるという形になってきます。はい。で、目的関数。これですね。この部分は、えっと、線形、じゃ関数じゃないといけない。これも、だから変数同士の掛け算とか、二次の項とかあってはいけないということになります。で、これが、 線形計画問題の構成要素で、まあ、これを並べたら線形計画問題になるという形になります。で、えー、っと、今はですね、x1、x2 とかで、まあ、式書いてるんですけども、今後はですね、これをですね、ベクトルと行列を使って書くことが多いです。ので、その記法でも書いてみましょう。で、こんな形になります。今ですね、x1、x2 ってその変数を並べたベクトルをここに書いてるんですけども、マイナス 2x1 プラス 3x2 っていうのは、イコール、書けなかった。イコール、 マイナス23っていう行ベクトルと x1x2 っていう列ベクトルの積として書けるわけです。これはベクトルの積がどういうふうに定義されたかってことを思い出すと、まあそうだけがわかると,ということになります。で、この下ですね、これ制約があるんですけど、これ制約もベクトルと行列を使って書いてます。で、どういうふうに書いてるかっていうと、今 x1x2 っていうこの列ベクトルは変数を表すために使うっていうふうに決めたので、それはそのまま使っていきましょうと。で、この初めの ここに入ったもの。これはですね、えっと、ここの、えっと、左の書きたいんですが、はい。これですね。この部分。これはその、左の式のですね、この二つの、えっと、不等式をまとめて書いたというふうに思ってください。ということになります。どういうことかっていうと、今ですね、この、えっと、左辺。これは行列1210っていう行列、2る 2, 2の行列と X、x1、x2 って列ベクトルの積なんですけども、それは、行列とベクトル、 に対してどのように席が定義されたのかってことを思い出すと、それが、ここの左側のですね、制約のこの、えっと、二つの制約の、えっと、一つ目と二つ目が、このベクトルの一行目、二行目として出てくるっていうことがわかると思います。わかりますかねえっと、これはちゃんとその、ど,どういうふうにそのベクトル行列の席が定義されたかってことを思い出すばわかると。で、この右辺の2一っていうのは、この、えっと、左の式の、 えっと、21っていう右辺の側になっているということになります。で、えっと、そこで、えっと、この成分で書いてるのは、その左辺が右辺以下ですよっていう、この不等号が付いてるんですけどもその不等号がここ,にかここに書かれてます。で、これはベクトル同士の不等号なんですけども、その不等号は成分ごとに適用されるっていうふうに思ってください。これは約束です。で、これは約束ですと言っときながら、時間がないから、ようかなこれは約束ですと思ってください。で、 約束です。はい。約束だと思ってください。この、ここではこう約束します。はい。ここだって、ここではというのは何なのか分かりませんけど、今日は、今日は、こう約束します。はい。で、そう思うと、この青い部分ですね。ちゃんと、この右と左こ、これあの、同じものを表せることが分かるということになります。で、同じようにですね、下のところに、えっと、この x1 が0以上、x2 が0以上っていう、こういうその制約があるんですけど、これも、えっと、同じように、この、 右側ではベクトルに対して書いてますと。で、今これゼロはこれ、これ太いんですけども、これはゼロベクトルを表します。で、これで、えっと、今、これゼロベクトルとか言っときながら、えっと、本来はゼロベクトルとか言ったときに、これが、いくつ成分を持つベクトルですかってことはちゃんと書く必要があるんだけども、これはこの不等号が成り立つように、よしなに関わってくださいというのが、えっと、気分です。だからこれは、あの、左辺の方が、 えっと、成分を2つ持っているベクトルなので、この右辺の方も成分2つある二次元ベクトルだっていうふうに解釈するというふうに思ってください。だからこれはゼロベクトルと言っときながら、この左辺に何が来るかによって、このゼロベクトルの次元が変わってくるということになります。で、こういうのは本来はよろしくないんですが、まあこういうことを大体いい数学はしてしまう。またちょっと炎上するかもしれませんけれども、<laughs> あの、こういう意味ではせ数学っていうのは非常に、えっと、不定格です。 あの、人間の心にすごく、あの、寄り添ってるというか、あの、曖昧さがあります。だけども、まあ、皆さん人間なんで、私も人間だと思ってるんだけども、まあ、人間はそういうところはわかるということなんで、そういうふうに理解をしてくださいということになります。で、今からは、この線形計画問題を定義するんですけども、このような形の、えっ、ー、と、ベクトルと行列を使って表現していきます。で、どんな形で書けるか。いきなり、 こんな形でもう書いてしまうという、もう本当にこれはよろしくないんですけども、まあ復習だからこう書いてしまうという形です。今ですね、その選挙計画問題とはこのように書かれる問題ですというふうにこれ定義しています。で、書き方は、先ほどと同じで、マキシマイズっていうものとサブジェクト,トゥーっていうものがあります。で、マキシマイズの後にあるのは、これが目的関数です。これ後で言いますね。で、えっと、このサブジェクト,トゥーの後にあるのが、これが制約です。で、今、いろいろとありますけども、ちょっとまず一つずつ説明していくと、決めるもの、これが変数です。で、これは x1 と x2 ってこれ、ベクトルがあります。で、これ ベクトルで変数が表されてると思ってください。で、えっと、変数の種類が2つあって、それをちょっと分け,分けてるんですけども、この分けてる理由は後で説明します。で、えっと、x1 の係数が c1、x2 の係数は c2 という形になるようにしてます。で、ここで現れるベクトルは全て列ベクトルだ、列ベクトルだと思ってください。c1 とか c2 っていうのは。 で、列ベクトルなんですけども、この t っていうのは何なのかというと、これは t というのが何を表すかっていうと、これは点値です。点値を表す記号だと思ってください。だから c1 っていうのは列ベクトルなんだけども、c1 点値っていうのは行ベクトルになってるわけです。で、前のページに戻ると、確かにここは行ベクトルだったなっていうふうに思うわけです。ね。だから行ベクトルと列ベクトルの積という形でここ出てきてると思ってください。 で、なんか二つあるんだけども、これは、なんか x1 っていうベクトルと x2 っていうベクトルの役割,役割が違うので、ちょっとそれを分けてると思ってください。これ後でその役割説明します。はい。で、えー、っと、これが目的関数です。で、その下にですね、制約があるんですけども、これ制約三種類あります。で、どういう種類、あの、ものかってことは言うんですけども、まずこの x1、x2 っていうのはこれ変数を表すベクトルだったというわけです。で、その前に行列、a1、1とか a1、a2、1。 A22 とかっていうのがあるっていう行列が、まあこれですね。先ほどの例でこれになっていて、まあ、これは先ほど、あの次のページで言うとこれ A11 に対応する部分なんですけども、えっと、まあ別に言ると先ほど、今の例では A12、A21、A22、これ全部ゼロ行列になっているというふうに思ってるんですが、まあ、あとそういう形、一般的にはこういう、ここに書いてるのが形で書けるということになります。両辺の方もベクトル。 なっていると。で、重要なのは、先ほど言った通り、あの、この、不等、等式、合付きの不等式と等式っていうものが両方とも許されるというわけです。で、それを今、ここで分けて書いてます。で、えっと、不等式の方は、だから B1 っていう右辺があって、等式の方は B2 っていう右辺があるというふうに思ってると。っていうふうに思ってください。けども、この C1 とか X1 とか A11、AH、とかって行列、B1 とかっていうベクトルは、なんかうまいこと、この、あの、なんだろうな。 えっと、整合するように、えっと、その大きさが決まっている <laughs> と思ってください。だから、これ C1.1、X1 っていうのを定義されるためには、C1 と X1 の要素数、その次元が同じじゃなくちゃいけないんだけども、そういうものはなんかうまく揃っていると思ってください。で、これは本来は確認しなくちゃいけないんだけども、まあ、それと後でやります。はい。で、えっと、そういう形で、この不等号付きの制約と等号付きの制約がこの二つの式で表されているという,という形になります。で、最後にですね、この X1 が0以上ってこういう式があるんですけども、これは、 えっと、前のページに行くと、まあ、これですね。この部分に対応するということになります。で、これはですね、変数に対する皮膚制約というふうに言ったりします。で、今ですね、はじめに x1 と x2 っていうのは、えっと、役割,割が違うんだよっていうふうに言ってたのは何かっていうと、この皮膚制約があるのは x1 っていうベクトルだけです。x2 の方に入っている変数にはこの皮膚制約ないという形になっています。という意味で x1 と x2 の役割。 役割が違うという形になっています。で、それを分けているという形になっている。で、先ほど言っていた、その、吉田に計らって、あの、すべての席が定義されるようにしなさいっていうふうに言いいいうものをちゃんと入ったのがここら辺で、どういうことかっていうと、今、x1 っていうベクトルには n1 個成分があると思ってくださいと。で、x2 の方には n2 個成分があると思ってください。というふうにします。で、そうすると、この c1.1x1 が定義されるためには c1 も n1 個。 えっと、成分がなくちゃいけませんよとか、C2 の方も M2 個成分がなくちゃいけませんよと。こういう形になります。で、この B1B2 っていうのは、これはベクトルなんだけども、この、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、ベクトルの成分の個数が、B1 は M1 個、B2 は M2 個。だとすると、この A11X1 プラス a 2 x 2っていうのも、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、行列とベクトルの積なんだけども、を足したものなんですけども、その次元も M1 ではなくちゃいけません。 で、m1 になるためには、a 1一の次元が m1×n1 で、a12 の次元が m1×n2 にならないと、まずいということが分かって、ここが決まってくるということになります。いいですかで、これでといい形で書けるのが線形計画問題です。いいですかね。で、まあ一応今言った用語をもう少し、あの、今一度出しますと、こんな感じになると。えっと、マキシマイズの後,後に書かれているのは目的関数と。 で、不等式のもののことを、あの、この不等式制約というふうに言ったりします。で、投資で書かれているものは等式制約。で、えっと、0以上ですよっていう制約は、ちょっとこれだけは、えっと、特殊に扱って皮膚制約と呼んだりします。で、えっと、その皮膚制約が付いてない変数、x の方のことを自由変数ということがあります。ま、X1 のことを皮膚変数と呼んで、X2 のことを自由変数と呼ぶことがあります。まあ、こ,こ,こ,あままあ、これは別に、ま、用語なので、 えっと、今後使っていくわけではないかもしれませんけども、まあ、一応ご紹介します。でですね、これ最適化の言い方なんですけども、この決めるもの、x1、x2 のことをまあ変数と言います。で、それら、この c1 とか a11 っていうのこれ与えられるものです。で、前の例で言うと、このその -23 とか1210いうこういう行列。これらのことを、この最適化の文脈では定数というふうに言います。まあ、なんで定数と言うんだろうっていうふうな気はするんだけども、まあ、定数と言います。ので、そういうふうに思ってください。 はい。という形で、この最大化をしましょうっていう線形計画問題を書けます。で、一方でですね、えー、っと、この最、えー、っと、線形計画問題においては、最大化ではなくて、最小化しましょうって問題も同じように、えー、っと、記述するっていうことができます。で、それが次のページになります。まあ、こんな感じです。どこが変わったんでしょうっていうふうに <laughs> 思うかもしれませんけど、これ今最小化になってます。最小化なんで、ここ、先ほどマキシマイズだったところがミニマイズになっています。 ミニマイズになっています。だからこれはこの目的関数を最小化しましょう。で、そういう問題になっているというふうに思ってください。で、最小化するっていう気分を出すたびに、この気分なんですけども、この不等式制約のこの不等式の向きが先ほどの最大化の場合と違います。これはただこれ気分です。何が気分かというと、前のページに戻ると、この、えっと、これ小なりイコールっていうのがこの最大化の場合には使われてるんですけども、定住がお進めて最小化の方を見ると、 大体イコールになっていると。これどういう気分かというと、もう一度戻って、最大限見ますと、これは、この目的関数をどんどん大きくしましょうって言ってるんだけども、その大きくしていくところの、大きくしていくところのその限りが上から決まってますよっていう、そういう気分だと思ってください。X1、X2 のどんどん大きくしていきたいんだけども、それがなんか上から、だから B1 で抑えられてる。上から、上から抑えられてるて。そういう気分だと思ってください。これ本当にこれ気分です。<laughs> 気分です。 だから、まあ、別にこう書かなくても、だから、あの、で、あの、逆向きの不等語で書いても別に最大化の線形計画問題これで定義できるんですが、まあ、普通はこの気分に従ってこちらの向きで書きます。で、最小化の方は、このまま目的関数が小さくしたいんだっていう気分があるんだけども、それが下から限界を持っていますよっていう、そういう気分です。これよりも自作できませんよっていう気分で、この不等式の向きで書いてると思ってください。 だから、これは、だから、あの、数学的にこうでなくてはならないっていうことではなくて、気分です。で、なんで気分気分というかっていうと、今、この向きの不等号で書いてるんだけど、別に両辺にマイナス1をかければ、これは、マイナス A11X1 マイナス A12X2、えっと、小なりコールマイナス1のこういうふうにまあ書き換えられることもできるわけです。で、そうしてしまえば、この不等号の向き、これ変わってしまうけども、同じ式を表すことになるわけだから、本質的にはこれ変わらないわけです。 どちらの不等号を使おうか。だけども、もう一度言うと、これ気分なんです。気分で、小さくしようとしているものの、下から限界がありますよっていう気分をこれ表していると思ってください。で、この気分は割と大事で、えっ、ー、と、最適化するときにはそういう気分を持っていてほしいと思うわけです。小さくしようと思っても、下からその決められた限界があるんですよっていう気分を持つということになります。で、これは最小化の方です。ここはいいですかこれは今、その線形計画問題を定義したということになります。で、こういうふうに書かれるものが線形計画問題です。 だから具体的にの、具体的な線形計画問題においては、この C1 とか a 1っていう行列が与えられて、一つ問題が決まるということになります。ここまでいいですかはい。で、そうしたら何なのかっていうと、次に出てくるのは、この線形計画問題に対する重要な概念です。何かっていうと、えっ、ー、と、これ解こうと思うんですけども、普通ですね、この線形計画問題の解と言ったら、何を指すのか不明です。 で、二種類の解というものを明確に区別します。またこれも明確に区別します。だから、それは、あの、十分に気をつけていただきたいんですけども、その二つっていうのは、許容解っていう言い方と、最適解という言い方です。で、えっと、最適解ってはさっきちょっと言ったんだけども、まあ、それに比べて、じゃあ、許容解って何なのか。許容解っていうのは、制約を全て満たすような変数の値のことを言います。さっき、先ほどのこの,この例なんですけども、この、えっと、赤い台形の中に入っている、 これは全部、協会です。全部、協会です。どれも、協会です。で,すか、ねで、まあ、協会のことを実行可能会というふうに言ったりもするんですけども、まあ、皆さんはどちら使っていただいても構いません。英語では feasible solution いうか、あの、決まった一つの言い方があるんですけども、まあ、日本語にするときにそれが、協会になったり、実行可能会になったりします。私は、えっと、文字数が少ないんで、協会っていう方を好んで使ってます。はい。で、 今回を全部集めてきた集合のことを許容領域とか許容集合と言ったりします。あんまり許容集合って言わないかな許容領域と言ったりします。イジブロリージョンと言ったりします。だからこの例の場合はこの赤い領域、この台形のことを許容領域というふうに言ったりします。で、これ、エデット、許容領域のことを実行可能領域ということもあります。これは用語です。だからまあ忘れたらここに戻ってきて調べてもらえば大丈夫ということです。はい。で、これが、会、はい、の一つの。 方向性。制約をすべて満たすもののことを、共界というと、ということになります。で、もう一つ、その最適解っていうのをちゃんと定義するんですけども、それが次のページです。で、最適解は実はですね、その最大化の場合と最小化の場合でちょっと定義が違います。それをちょっと、えっと、まず最適化じゃなくて、最大化の場合で紹介します。最適解とは。何なのかというと、共界会、X1 スター、X2 スターの中で次を満たすものです。ちょっと戻りますね。 今はですね、線形計画問題このように書かれているわけです。で、決めるのはこの X1、X2 でしたと。いうわけです。で、X1、X2 というその許容会の中で、まあ特別に今なんかスターをつけたものを、スターをつけたものが、ここに書かれている、えっと、条件を満たす場合、それを最適解と言います。だからまずその最適解はそもそも許容会である必要があります。許容会で。 で、何なのかというと、ここに書かれている性質で、これを読み上げます。で、何なのかというと、任意の境界 x1,x2 に対して、ここに書かれている不等号が成り立つということです。だから何なのかというと、x1 スター、x2 スターという境界と、他の境界 x1,x2 を比べます。で、どう比べるかというと、ここに書かれているのは先ほどの目的関数です。目的関数が書かれています。で目的関数の値を比べるんです。で、x1 スター、x2 スターにおける目的関数の値と、 x1 と x2 の値、おける目的関数の値を比べます。で、比べたときに、x1 スター、x2 スターにおける値が X、x1、x2 における値以上である。ときに、x1 スター、x2 スターを最適いと言いますだ。だから、えっと、日本語で言うと、日本語で言うと、これは日本語なのかどうかわかんない。えっとですね。えっと、別に言い方すると、別に言い方すると、協会の中で目的関数の値を一番大きくするもの、 が最適解です。で、一番大きくするってどういう意味かっていうと、他のものと比べても負けない。いうことです。いいですかだから、最大化するっていう日本語があるんだけども、それを数学的に表現するとこういうふうになる。というふうに思ってください。いいですかね。はい。で、これが最適解。で、最適値と言ったらそれは、この最適解における目的関数の値です。だから、先ほど、あの、明確にフレイすると言った通り、最適解というその、 その変数に与える値とそれが取る目的関数の値っていうのを明確に区別して最適解、最適値という言葉を区別します。いいですかで、これが最大化の場合の定義です。でで最大化の場合は、この最適解においては、その負けないっていう意味が、値が大きいっていう意味だったわけですけども、最小化の場合には値が小さい方が負けてない。 っていうふうに思うことになるので、最小化の場合には、ただ単にここの不等号の向きが逆になったものが最適化になります。それが次のページです。これですね。最小化の場合は、ここに書かれているのは、ここの不等号の向きが逆になったものになっていると思ってください。で、その、えー、と意味において、最適化と最適値が最大化問題の場合と同じように定義されます。いいですかはい。で、ここまでが定義のはずですね。 で、もう一個あったらください、定義が。えっ、ー、と、線形計画問題を解くといったら何なのかっていうと、先ほど言っていた定数。まあ、これをですね、まあ、与えます。この問題においては。でも、で、与えると問題がこう一つ決まるんですけども、そのように決まった問題において、最適解を一つ求めることです。これ、多分、あの、最大流問題の定義をするときにも、その最大 ST を一つ求めることを、あの、解くことの定義というふうに言ったような、 解くことの定義はしてないです。問題の定義。あ、問題も定義してないから、してない。ちょっと、えっ、ー、と、自信がないんですけども。えっ、ー、と、でも最適解を一つ求めるっていうことが、線形計画問題を解くということの意味です。意味というか、まあ、定義です。で、なんでこれを強調するかというと、いろんなところでですね、解くという言葉が一人歩きしてるんだけども、ただ、えっ、ー、と、解くという言葉の定義を代替していない。 えっとですね、電通台で使われている線形台数の授業の教科書があって、で、そこでですね、あの、一時方程式っていうのを、あの、解いたりしてるんですけども、その教科書にはですね、解くという言葉の定義がないんですね。で、それを見てですね、私はこの解くとは何なんだろうことをずっとですね、悩んでしまって、結局あ答えが出なくてですね、線形方程式を解くことの定義が分かんなくて、えっと、まだ悩んでるんですけども、まあ、それ置いといて、え、それを、あの、えっと、踏まえてですね、ここではちゃんと線形計画物を解くことを定義しようと思ったと。で、それは最適解を一つ求めることです。普通ですね線形 方程式を解くときには、その線形方程式を満たす。そのベクトルをですね。全て求めなくちゃいけないんですね。で、それとここではやってくることは違います。で、最適化問題において、その最適化と呼ばれるものを全て求めるのはほぼ不可能です。そんなあの、良い構造をですね。最適化問題は持ってません。残念ながらでどうやって記述したらいいかすら分かんない。 まあ実は記述できるんだけども、それはですね、えっ、ー、と、アルゴリズム的には非常に、えっ、ー、と、要求が高いです。<laughs> 非常に難しいです。で、普通やるのは最適解を一つ求めることです。で、これができればまあ十分だと思っています。だから人によって違う最適解が求まってくることはあり、あり得ます。<laughs> でも、よろしい。認めます。<laughs> っていう立場なわけです。一つ求められれば十分ということになります。 で、これ不正確な定義と言ってるんだけど、なんでかっていうと、場合によってはですね、この与えた、この入力定数によっては、最適解ですね、存在しない場合があるんですね、残念ながら。で、本来はそれも判定する必要があります。だから最適解がありますか、ありませんかっていう、まず判定があって、ある場合には一つ求めるっていうのが本来の話。で、しかも、最適解がない場合の、なさ、なんでないのかっていう理由も普通は判定します。で、 実はその最適解が存在しない理由っていうのが、二種類しかないっていうか知られてます。で、それを今から言うんですけども、どういう場合かっていうと、一つは、え、知給、教会と呼ばれてる場合です。それ何かっていうと、教会が存在しない。そもそも。ま、こういう例がありまして、今、ここに、このなんか式が3つ書かれてるんだけども、この3つの式を同時に出すような X1、x これ存在しません。で、こういう場合には、そもそも教会存在しないので、最適解もない。だから、先ほどの意味で解けないことになります。 で、えっと、特に、まあ、まあこれは定義がし押してるんですけども、まあ、この定義は今後使わないから言わないことにして、そういうふうにその、境界が存在しない場合には、最適化存在しません。し、もう一つパターンあって何かっていうと、教会はあるんだけども、目的関数の値がどん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 良くなってしまう。で、無限に良くなってしまって、一番大きい値ですよってところがない。という場合がありますで。そういうのはですね、比喩界って言ったりするんですけども、そういうことがあったりします。で、実は、その、 線形計画、線形計画問題は、えっと、最低限から存在しない場合には、この非友会であるか、先ほどの非許容であるかのどちらかでしかないっていうことが知られてます。で、本来解くときには、その2つのどちらであるかってことまで判定します。これなかなか大変なんですけども、実はこれできてしまう。ですね。まあそれはこの授業ではやりませんけども、まあそういうことまで勉強するのが本来の線形計画法の授業であって、まあこれは線形計画法の授業じゃないかやりませんが、まあそういうことまでできます。 実際は。だけども、まあ、あの、我々はそこまで求めてなくて、最適解が、まあ、あるという場合しか考えてないんですけども、その時に一つ求めましょうっていう話をしていきます。ということになります。はい。で、そこ飛ばして。で、えっ、ー、と、まあ、線形計画法っていう言葉は実は定義してなかったので、ちゃんと言うと、まあ、今なに数学時点によると、線形計画問題の理論、応用、解放に関する分野の総称というふうになっています。だから、まあ、線形計画問題を解きましょうとかっていう時に、 と、解きましょうとかってそういうことを考える分野が線形計画法だというふうに思ってください。で、この授業では最大流問題や最小費用流問題を解くために線形計画法の考え方を用いますということを今後やっていくということになります。で、一つ注意があるんですけども、この授業でやるのは線形計画法のアルゴリズムを使うわけじゃないということです。線形計画問題っていうのはそれを解くためのアルゴリズムとかソフトウェアがあったりするんだけども、それを使うわけではありません。使うのは考え方だけです。 で、その考え方を使って、アルゴリズムは、アルゴリズムは別に作ります。まあ、前回やったみたいに増加動法のようなものを作るわけなんだけども、その、そのアルゴリズムを作るときに、線形計画法の考え方を使います。考え方を使うとは何なのかってことは、今後、明らかになっていくということになります。ここまでいいですかで、もう少しやって休憩にしようと思うんですけども、まずここまでいいかどうかですね。 で、ここまでで一応まあその線形計画問題と線形計画法っていうのを定義したつもりになったということになります。よろしいですかはい。で、えー、っと、次にその核となる相対性っていうものと相互性っていうものをご紹介したい。で、えー、っと、相対性の、えー、っと、まず導入をします。で、導入をして休憩にしようと思います。導入が終わったら休憩にしようと思います。で、導入します。 で何をするかっていうと、今ここに先ほどの例にあったような、この最,最大化の線形結果問題があるとします。だからこれは今、マイナス 2x1 プラス 3x2 っていうのを大きくしたいってことをしたいんですけども、そのためには先ほどやったように、まあ図に書いて、まあ、直線を引いて、この、えー、と制約を満たすような x1、x2 の中で、このマイナス 2x1 プラス 3x2 っていうのが最大になるようなものを求めればよいんですが、ここではそうじゃない別の方法を考えましょうということをします。 で、何なのかっていうと、ここら辺の式をいじります。どういじるのか。今ですね、仮にですね、えっと、この、はじめの制約の両辺に、えっと、皮膚の、なんか実数、y1 をかけましょうと。で、かけると、こんな式が出てきます。今、y1 は、あの、皮膚なので、この不等号の向き変わりません。で、左辺の x1 プラス 2x2 に y1 かけて、右辺の2に y1 かけたら 2y1 が出る。で、不等号の向き変わらないと。 で、二つ目の式、x1 が1以下っていう式にも、まあ、別の実数、えっと、意味の実数、y2 かけましょうと。で、そうすると、えっと、双語の向き変わらずに、x1、x2 が y2 以下っていう式が出てきます。この二つの式、足します。そうすると、えっと、あ、2y1 プラス y2 ですね。で、左辺が x1 プラス 2x2y1 プラス x1y になります。これ足すだけです。 で、ここからですね、この目的関数に関する情報を引き出したいってことをします。で、どういうふうにするか。今ですね、えっと、この左辺ですね。この左辺は今、あの、えっと、書き換えて、x1 と x2 に関してまとめてみましょうと。で、まとめると、えっと、x2 があるのは、y1 と y2 のところだから、y1 プラス y2 が係数として出てくると。x2 ここにありますから、えっと、2y1 が係数として出てくると。こういう形になります。 で、これが 2y1 プラス y2 からっていうふうな今式がこれできるわけです。これ何を言ってるかっていうと、x1 と x2 がこの初めの2つの式を満たしていれば、その時にはこの不等式も満たしますよってことを言ってるわけです。い,いですかね。ここまでいいですかじゃあですね、この式、じっうてみます。この式がですね、だんだん、この、目的関数に見えてくる。 まあ見えませんね。まあ見えませんけども。えっと、えっと見えてほしいんですね。で、どうやったら見えるかっていうと、まあ見えないんですけども <laughs>。見えないんですけども。例えば、えっと、今 y1 は、まああの0以上の、えっと実数、y2 も0以上の実数だっていうふうに言ったんで,で、仮に y1 は二分の3で y2 は0だったとしましょうと。で、そうすると、この左辺は、えっと、y1 が二分の3、y2 が0。なので、えっと、これ二分の 3x1 プラス 3x になります。この左辺が。で、 えっと、右辺は、えっと、y1 を2分の3、y の上とすると、これ3になります。ですか。で、これとですね、これを見比べます。そうすると今、x1 は、えっと、0以上、x2 は0以上。だとすると、マイナス 2x1 プラス 3x2 っていう、この目的関数と、ここに出てきた謎の式、2分の 3x1 プラス 3x2 の間に代償関係が生まれます。 なんでかというとマイナス2と2分の3を比べると、2分の3の方が大きいから。で、これが3以下だって言ってるわけです。何を言ってるかというと、x1、x2 がここに書かれている制約すべて満たしていると、このマイナス 2x1、プラス 3x2 っていうのは3よりも大きくなれませんよってことがわかります。つまり、x1、x2 がこの問題の境界だったら、その目的関数値は必ず3以下です。 だから、この最適値は3を超えられません。という形で最適値の上階がとして3というものが出てきましたってことが、こういう計算からわかります。これが相対性の考え方です。まあ、半分嘘を言ってますけども、えー、っと、こういう考え方を突き詰めると相対問題というのが出てきます。で、それをまずご紹介するのが、えー、っと、 もう少しやりますけども。だから何だって、この方法でできるだけ小さな状態を見つけるって問題を導入したいです。今ですね、このなんか、y1 を二分の3、y2 を0としたらなんかこういうの出てくるんだけども、なんでこう選んだんでしょうっていう疑問が湧くわけですね。だからここのその y1 を何とか、y2 を何とかっていうふうにうまく選ぶといい状態が出ますよ。で、しかもこの状態を小さくしたい。小さくできればこの限界がよりよくわかるわけです。って問題を書きたいって話を中継の後にします。 じゃあ、えっ、ー、と、3分ですね。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、じゃあ3分休憩にしますので、じゃあその後で、それを導出をしていこうと思います。じゃあ休憩します。あ、休憩の間ちょっと扉開きるといてもらってもいいですかはい。

はい。<laughs> <laughs> <laughs>

はい、えっ、ー、と、では再開します。よろしいですかはい。えっ、ー、とですね、やりたかったところは何だったかっていうと、今、この謎のですね、この Y1。えーと が2分の3、y2 が0っていう形。あ、始めます。いいですかえっと、y2 がゼロって形のものを置い,あの置いたらなんか出てきたんだけども、まあ、これちゃんと最適化問題として書きたいと。で、このなんか3っていう状態を導くために、えっと、何を使っていたかっていうと、えっと、まずですね、このなんかこのな謎の式。<laughs> これですね。こ <laughs> の謎の式この。この謎の式は、この2。えっと、謎の式。これがない。 ってことになります。だからそのために、え、そそれを満たすためには、ここに出てきている、選ばれない。ここに出てきている、この、y1 プラス y2、これが、えっと、マイナス2以上じゃないといけないですし、2y1 が、えっと、3以上じゃないといけない。となります。で、そ、で、それが満たされていれば、まあ、このような形の式が出てくると,ということになります。で、えっと、他にはどういうことを使っているかというと、y1 は0以上じゃないといけなくて、y2 は0以上じゃな,くてい,ないといけないということを使っていると。で、その時に何を、 えっと、小さくしたいかっていうと、y1y プラス y2 これを小さくしたいと。だからそういう問題を考えるわけです。まあ何かっていうと、これは、目的関数 2y1 プラス y2 を最小化するんだけども、その時の制約が、y1 プラス y2 がマイナス -2 以上で、2y1 が3以上で、y1y2 は0以上。っていう制約を持つ問題を考えると。それをここ書きました。 で、これをですね、元のも、だからこれが,これがその元の、元の問題が今左側にあるんだけども、その元の問題の最適値の小さな状態を見つける問題になってるわけです。今言ったことを式に書いたわけです。4つ制約があって、2y1 プラス y2 を最小化したいと。で、これは先ほど言っていた、ここでですね、ご利益があって、これは先ほど言ってたこの最小化したい線形計画問題なわけです。よかったですね。あの、 定義してよかったということになりまして、そういう形になるわけです。で、だからこれも宣言結果問題です。という形で、で、この右側の問題のことを左側の問題の相通問題と言ったりします。で、まあ、その相通問題っていう風うに呼ぶときには、元の問題のことを主問題っていう風うに呼ぶ習慣があります。習慣があるとしか言えないんですか。<laughs> えっと、相通問題と言ったときには、その元になる問題のことを主問題と言ったりします。はい。で、 今は、この例でやったんですけども、これは、えっと、一般的にできますので。ので、その一般的な話をしようと思います。ここまでいいですか今のような、今のような作り方をすると、なんか、新しい線形計画問題が出てきて、それは元の問題の小さな上階を求めたいっていう問題になっていると。で、それも線形計画問題になっている。という形になる。で、一般的にやっていきます。で、一般的な形は行列とベクトルで使って書いてたので、ややこしいんですが、やってみると。 あ、そうか。で、重要なことを言わなくていけなかった。今、で、これにおいて何が言えるかっていうと、このマイナス 2x1 プラス 3x2 って、この元の問題、主問題の目的関数があるんですけども、それはちゃんと上から、この相対問題の目的関数で抑えられますよと。ちゃんと上階になってますよということが言えます。なんでかっていうと、えっと、このマイナス2ですね。マイナス2っていうのは y1 プラス y2 以上であって、x1 が0以上なので、この、 マイナス X2X1 は上から Y1 プラス Y2X1 で押さえられます。で、同じように 3X2 は 2Y1 が3以上であって X2 が0以上だから 2Y1X2 で上から押さえられます。だから今ですね、のところで、ここのえっと制約が使ったと。ちょっとチェックしておきます。で、これ書き換えると、これですね。X1 プラス 2X2Y1 プラス X1Y2 になります。はい。で、今 X1 プラス 2X2 っていうのは何なのかっていうと、ここですね。この主問題の始めの制約から2以下です。で、y1 は0以上です。だから、その積は、を比べると 2y1 の方が x1 プラス 2x2y1 以上になるということが言えるわけです。で、同じように x1y2 見ると x、えっと、えっとえっと、y2 が0以上。で、あって x1 が1以下。っていうことだから、x1y2 は y2 以下と言えることになります。で、そこの最後の不等式を、 導くところで、この4つの条件、制約を使っているということになります。いいですかね。これ、ここ。これ。という形で、すべての制約を使って、主問題の目的関数値が目的関え目的え、目的関数値が、相追問題の目的関数値以下になるということが言えるわけです。だから、相追問題を解けば、主問題の目的関数値の上階が得られる,とい,うこと,になるということになります。で、これは一般的にやっていきます。 で、いきなりこの行列とベクトルが出てきてですね、もうあのなんか目がチカチカするんですけども、私も目がチカチカする。でもやっていくと。で、や、やるのな何,何なのかというと、先ほどと同じように、今ですね、あまずこの,この行列ベクトルに入ってあるこの制約があって、ここになんか係数かけるんですけども、えっと、まず、実はこれ B1 っていうのは M1 次元。B2 っていうのは M2 次元なので、この、この不等式っていうのは M1 個あるわけです。で、等式は M2 個あるわけです。で、その M1 個、M2 個の、 不等式、等式にそれぞれ先ほどと同じようになんか係数をかけるわけです。で、その係数を並べたものをベクトルにしてます。y1,y2 っていう。だから y1 っていうのはその m1 個ある不等式に対応するだけの成分を持つベクトル。y、なんか m1 次元のベクトルになっていて、えっと、y2 の方はこの b2 に対応する m2 個の成分を持つベクトルになってると。で、それをかけます。 で、これかけるっていうのは、それぞれの成分が、それぞれの式にかかっていくと思ってください。わかりますかね ?Y2 っていうのはこれベクトルなんだけども、そのベクトルの各成分が、この、えー、M2 個ある等式の各等式にかかっていくというふうに思ってください。で、今ですね、ちょっとこれ,これ都合なんだけども、えっ、ー、と、あとで、あの、その上階を導くための都合により、この、えっ、ー、と、不等式の方にかけるのは、皮膚、実数であるとします。 で、等式の方にかけるのは、その皮膚という制約がない Y2 っていう実数をかけるというふうに思ってください。はい。で、かけたものを足します。で、かけたものを足すっていうのは何に対応するかっていうと、この Y1 とこの左辺右辺の内積を取ることに対応します。わかるかな先ほど、だからちょっとだから、えっと M、M、M1 が2の場合。 やるとな、なんか、B1 っていうのは B11、B1 ってのはこういうふうになったわけですね。なんとかかんとか、小なりイコール B1、1、B1 ってなのはこういう形にこれかけてるわけです。で、上の式に Y11 をかけて、下の式に Y12 をかけるとかってこういう形になるわけです。で、そうすると、で、それ足したいわけです。で、足す。<laughs> 足すと何が出てくるかっていうと、右辺では b11y11 プラス b12y1 っていうことが出るわけです。で、これは b と y っていうベクトル、あ、b1 と y1 っていうベクトルの積です。内積です。だから、係数かけて足すっていうのが内積になっている <laughs> ってことは、まず理解してもらって、それで次のページに行きます。で、こんな形になると。<laughs> いいですかね。 こんな形になると。だから、えっと、この上の式の両辺に y1 を書く成分かけて足したものがこれです <laughs>。で、えっと、下の式の両辺に y2 をかけて内積,内積としてかけたものはこれになると。いうことになっています。いいですかね。 で、今、えっと、ここの不等式が、不等号があって、y1 も0以上だから、この不等式号は同じ向きで保たれます。それも重要ですね。はい。で、まあ、等号の方は、何が、あの、y2 は何であっても等号のままになるわけです。で、これ足しますと。で、これ足すとどうなるかっていうと、これ式き書くと、まあ、右辺の方は B 1点値 y 1、b1.1y1、b2.1y2 と、そのまんま。で、まあ、左辺の方もそのまんまと。で、これ足しただけなんで、不等号もそのままの向きと。 こうなります。で、ここから、ちょっといろんなことを考えなくちゃいけなくて、何かっていうと、ここら辺にこう点値がありますね。で、点値のちょっと、えっと、性質を今後使っていくので、一回ここに書いておくんですけど、何かっていうと、x, y っていう、あ、x と y って行列があるときに、その席の点値っていうのは、えっと、y の点値かける x の点値になります。 で、これはもちろんその xy っていう積が定義される場合の話ですけども、まあ、その定義されているとしたら、xy っていう積の点値は y 点値、x 点値になります。で、この半径は今後よく使っていくので、一応これ、あの、書いておきます。これは、あの、証明しようと思えば皆さん、簡単にとか言うとあまりよろしくないんで、えー、っと、頑張ればできます。この xy 点値の、まあ、ij 成分がなんだろうって言うこと書く。y 点値、x 点値の ij 成分なんか書く。 と同じになるっていうのがわかりますので、ぜひやってみてください。で、これ使っていきます。で、どう使うかっていうと、例えばですね、今、えっと、まずここで書いてるのは何かっていうと、これいきなり書いてるからいけないんだけども、いきなり書いたからいけ,いけなかったんで、ちょっと戻って、この点値の性質を消しますね。で、消し方がわかんない。これかな。消えなかった。消えたから。えっとですね、何かっていうと、この左辺の、えっと、この点値の中身っていうのは、まず、あ、そうか。もう一個重要な性質があった。えっと、X プラス Y の 点値は、X 点値プラス Y 点値です。これも使っていきます。で、これももちろん、X プラス Y が定義でできる場合の話ですけども、まあ、こういうものが成り立ちます。で、そうだと思うと、この2つの性質を使うと、何が言えるかというと、ここの左辺の部分は、えっと、はじめの部分は、えっと、A11X1 点値プラス A12X2 点値 y1、1> 1プラス、点点点になります。まあ、点々点は点同じの形で表、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、変形できる <laughs> ってことになるんですけども。で、これ、この積の部分があるので、それに対して先ほどの性質を使うと、これ、x1 点値、a11 点値、プラス、x2 点値、a12 点値、y1 と。こんな形になるわけです。これいいですかですかね。で、これ使うと、えっ、ー、と、この上の元々の式、 なんかバラバラにできるんで、これバラバラにしましょうということになります。で、バラバラにした結果が次のページで、こうなると。えっと、元のスキーが思い出せないから行きませんけども、ま、あ x1.1 で来ると、元、この出てくるのが、x1 がここにあって、x1 ここにあるので、a11、y1。で、a21、y2 と出てくるという形になります。これ今、あの、行列とベクトルの付取ってますから、順番非常に重要です。 で、X2 の点値の方もこういう形で書けると。同じで書けると。ですかね。で、今ですね、なん、えっと、えっと、先ほど何をやっていたかっていうと、ここら辺が、えっと、こ,、えっと、この式が今、上からこれで押さえられていますと。ということをやっていたと。で、この式が、えっと、この、えっと、主問題の目的関数以上になっていてほしいわけです。で、よく見ると、X1 がここにあって、 x2 ここにあるので、この後ろの部分、ここら辺がなんか c1 に関係していて、この後ろの部分、これが c2 に関係すればいいかなという気になってきます。で、実際に、えっと、そういうふうにすると、今、この後ろの部分が、えっと、c1 以上で、あ、ごめんなさい、ごめんで、後ろの後ろの部分が c2 と等しいとすると、ここに書かれているのは不等号が得られて、ここは x1.1c1 プラス x2.1c になります。で、今、x1 は0以上でした。 あの、元々の詩問題の皮膚制約から。で、今、この不等号を、えっと、つけてるので、この、えっと、不等号の向きもそのまま保たれるという形になります。一の方は、X2 に対して、えっと、皮膚制約ないので、イコール C2 にしています。そうすれば、まあ、ちゃんとうまく得られるという形になります。ここまでいいですかでそうすると、今、ここに書いてるもの、ちょっとこれわかりにくいんですけども、えっと、 この x1.c1 っていうのは、これは同じサイズのベクトルの内積なので、これはスカラーです。一つの実数です。x2.c2 も同じです。これ一つの実数です。だからこれ実、実数なんで、何なのかっていうと、x1.c1 っていうのは C、c1.x1 とこれ同じです。その内積を取る順番を変えてるだけ。だから何なのかっていうと、ここに書かれてるものっていうのは、ここの元々の主問題の、ああ、書きたくなかったのに、<laughs> 書いてしまった。 このね、選択が。この、今作った、この式っていうのは、主問題の目的関数と全く同じです。という形で、この、なんか出てきた、この足しつくことによって出てきた右辺の方っていうのが、この主問題の目的関数の上階になっているという形になったわけです。 つまり何なのかっていうと、えっと、この今出ているこの B1.y1 プラス B2.y2 っていうのを小さくすることによって、この主問題の目的関数の上階が得られます。ただしその時に考えなくちゃいけない、えっと、制約は、ここに書かれている赤いもの2つと y1 が0以上であるという制約です。で、それをかすと、相対問題が得られます。それがって書いたものがこれです。 今、B1.1、Y1、プラス B2.1、Y2 を小さくしたいと。で、その時に3つ予約があるという形になるわけです。で、これが、今、一般的に書かれた主問題から得られた相通問題になります。で、この相通問題はやはり、線形計画問題になっていると,ということになるわけです。で、このようにして相通問題が得られるということになります。皆さんはですね、この、あの、得方をマスターするか、もうこの式をじっと見て、この、あの、相通問題が、 浮かび上がってくるっていう、まあ、どちらかの方法ができるとありがたいんだけども、まあ、そんなことは皆さんできないんで、まあ、忘れたらこの方法を見ながら思い出すっていうことができればいいと思います。で、私も、ま、覚えてないか言うと、これも怒られるかもしれませんけども、別にあの、覚えることが重要じゃないんで、あの、自分でこう導けるとかあの、考えて思い出せるとかっていうのは重要なので、あ、調べて思い出すことかできるこという重要なので、まあ、そういうふうに思ってください。ま、全然、これは相うい問題です。で、そうすると先ほどの同出法から次がわかります。何なのか。 いうと、今、持ってきて、相対問題の任能協会は1番に持ってくると、この主問題の目的関数が、相、え、対、っと、問題の目的関数で上から押さえられます。今の導出法からそのまま出てきます。で、これのことを線形計画法の弱相対定理というふうに言ってます。まあ、導き方からすぐ出てくるの中から定理というなのかって思われるかもしれませんけども、まあ、まあ、どちらかというと、この、まあ、定理が成り立つようにうまく相対問題を作っているというふうにも言えるわけです。 ただ、その観点から言うと、今の導出法じゃなくても、相追問題というか、その主問題の、えっと、目的関数の上階を導く問題というのは作れます。別の方法もあるかもしれません。ただ、この導出法が素晴らしいのは何なのかっていうと、次の弱相追定理よりも強い強相追定理というものが成り立つからです。 で、それは何なのかっていうと、これです。今、上に書いたのは先ほどの弱相対定理です。で、下に書いてあるのは今言った、強相対定理って、もっと強い定理で、これ何なのかっていうと、これ読み上げます、ね、今、主問題と相対問題には、協界が存在する、仮定します。これは仮定です。その時には、主問題のある協会、X1 スター、X2 スターと、相対問題のある協会、Y1 スター、Y2 スターが存在して、ここの、不等式が、等式で成り立ちます。で、これはですね、 すごいんですけども、この凄さを味わうためには、最適化をもう少し真面目に勉強する必要があって、ただ、あの、この授業で真面目にやってる時間がないので、これはすごいんですよっていう言葉だけを伝えて、こういうですよ、その、なんか、権威にすがるのはあんまりよろしくないんですが、まあ、これすごいんです。で、何がすごいかっていうと、まあ、とりあえず、あの、この授業で証明ができないぐらいは、きじめです。で、えっと、 まあそういう意味で、この授業、この15回、この半換期の授業は、えっと、まあセルフコンテインドではない。全てがこの中で収まるっていうふうな授業にならないんですけども、でもまあこの競争追定理てい,るというのは偉い定理なので、まあ別のところで勉強していただいて、まあここでは使っていくという立場にしたいと。で、なんでこれがすごいのか。今から言うんですけども、この競争追定理で言ってるこの X1 スター、X2 スター、Y1 スター,ー、Y2 スターっていうのは実は最適解です。実は最適解、最適解です。 何を言ってるかっていうと、X1 スター、Y2 スター、X1 スター、X2 スターっていうのは主問題の最適解で、y 1スター、Y2 スターっていうのは主問題の最適解です。これ次のページで説明しますけども、何を言ってるかというと、主問題と相対問題に共に境外が存在するというだけで、我々は最適解の存在を保証できます。 はじめの授業で最大流問題に対して最大 ST が流が存在するかどうかってことは一名ですよっていうふうに言ってたんだけどもそれはここに実は実はつながっていて最大 ST に存在しますよっていうことを言うために次回やるんですがこの競争中が使えますでそれによって最大 ST 流が存在するということが言えるっていう仕組みになっていますまあ証明してませんけどでそれはまあ次回の話になるんですが えっと、じゃ、とりあえず、なんで、この競争追定理における、この X1 スター、X2 スターっていうのが、主問題の最適解であって、Y1 スター、Y2 スターっていうのが主問題の、相追問題の最適解なのかっことを説明します。で、それは、この弱相追定理を使うと言えます。今ですね、と。 短く書きました。ちょっとこれなんか論理記号使って書いてるのはあんまりよろしくないですけども、弱層追定理っていうのは任意の協会に対してこの、この不等式が成り立つっていうもので、協層追定理は、えっと、両,両方に協会があれば、ある協会に対して等式が成り立つというものでした。で、今から言うのは何な,何なのかっていうと、この協層追定理に言っている、この存在すると言っているものが、実は最適解なんですよ、ということを言います。なんでか、今ですね、何を言いたいかっていうと、 この X1 スター、X2 スターが主問題の最適解であるとか何なのかっていうと、目的関数の値を見たら、X1 スター、X2 スターの値が2意の境界の値における最適化の定義でした。だからそれに従ってやってきます。だから任意の境界考えます。X1、X2。で、 任意の境界 X1X に考えるんですけども、今、この強相対定理では、X1 スター、X2 スター、Y1 スター、Y2 スターっていうものの存在が、今、言えてます。ので、で、それらは、この統式にたすわけです。ですか。で、今、Y1 スター、Y2 スターは、相対問題の境界なので、この上の弱相対定理の Y1、Y2 として、Y1 スター、Y2 スターを選んでくると、Y1 スター、Y2 スターと、 ここで今考えている X1、X2 の間にここに書いてあるような不等式が成り立つことがわかるわけです。こっち側はこちらですね。だから相対問題の目的関数値が主問題の目的関数値以上になっていると。でそうすると、X1 スター、X2 スターにおける主問題の目的関数値が X1、X2 における主問題の目的関数値以上になっているということが言えるわけです。 X1X2 は任意に選んできた境界だったから、これによって X1 スター X2 スターが最適解であると言えました。いいですか任意の X1X2 に対して、その目的関数値が X1 スター X2 スターにおける目的関数値以下になっている。これは何ページか前に戻ってもらうと、最適解の定義そのもの、言ってるわけです。で、一方で、相対問題に対しても同じことができます。 で、ちょっとこれはやりませんけど、これあ書いてあるので、後と見ていただくと、これによって、相対問題の最適解として、Y1 スター、Y2 スターが出てくるということがわかります。もう一度言うと、この競争追定理によって、主問題と相対問題に共に協会があれば、そこから最適解の存在性が直ちに出てきます。で、これが偉いっていうことを次回やります。なんで偉いのかってことを次回やるということになります。ここまでいいですか で、これが、相対性、相対定理の偉いところで、これがすごく有用なわけです。でその有用さは次回、次回、どんどんなんか味わっていくという形になるということになります。はい。今、相対定理のご紹介をして、まあ、嬉しいんだよって気持ちはお伝えしたつもりでいるんですけども、もう一つ重要な定理、双方性定理っていうものがあります。で、えっと、これも、えっと、今から紹介して、これは、今日相対定理を認めれば証明できるんで、証明もします。 どういうものか、例をご紹介します。今、あの、この左のような例を使ってきたんだけども、この左に書かれている最大化するという線形計画問題に対して、右側のような送対問題が作れますってことを言いました。で、この送対問題も実はですね、Y1Y2 っていう2つしか変数がないから、これはですね、図を書いて解けます。なんてことでしょうと。で、実際解いてみると、これ先ほどやっとけばよかったんですけども、図を書いて解くこと、こんな感じになると。この青い部分が、この送対問題の許容領域。 になってまして、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、2y1 プラス y2 っていうものを最小化する許容解がここにあって、この、えっ、ー、と、なんだえっ、ー、と、送対問題の最適解が二分の3ロであるということがわかります。あ、だからさっきなんか、なぜ二分のゼロを選んできたんだろうっていうのは、まあ、ここでもちょっと理由として出てくるかもしれませんけども、で、なおかつ、我々は今日送追定義してますから、この、 えっと、両者の最適値、一致するってことも知っている。で、実際この例でも一致していることが分かるわけです。ですね。最適値と最適解は明確に区別する。ですね。で、何を見てほしいかっていうと、今ですね、この相対問題書いてるんですけども、ここの、えっと、制約の書き方にちょっと、工夫というか、っと不自然なことをしてます。 何なのかっていうと、先ほどまでは、皮膚制約を一番下に書いていて、この普通の不等式制約は上に書いていたんだけども、ちょっとここではそういうふうにせずに順番を入れ替えています。なんでそうしてるかっていうと、これは、えっと、主問題から相対問題を作るときに、この初めの制約に Y 1かけました、2番目の制約に Y 2かけましたって、こういうえっと対応を見せるためです。で、こう書いてます。で、まあ実際は、実はこの、えっと、こういう、左から右のこういう対応もあるんだけども、ちょっとそれは、今はあんまり説明しないで、まあこういうもんだと思ってください。そういうふうに並べて書いてます。 で、こう並べ書くと何が、あの、嬉しいかというと、今から言うことがわかります。何なのかというとですね、今、この主問題の最適解においては、x1、x2、これ0、1なんですけども、えっと、x1 は0。で、x2 は0じゃない。で、こういう形になっています。えっと、この、このえっと、相通問題の最適解においては、y1 が0じゃない。y2 が0である。で、こういう形になっています。今、 変数が持っている値が0なのか0じゃないのかっていうことだけに着目しましょうということをします。で、そうすると、今は y2 は0である。x1 は0であるこういう形になっていると。で、一方でですね、この、えっと、趣旨問題のこの許容領域があるんですけども、この許容領域において X、x1、x2 イコール0、1っていう点は、えっと、この直線の上に載ってます。で、この直線なのかっていうと、えっと、この、 えっと、制約においては、X1 プラス2 x に小なりイコール2っていう、領域の境界に当たる直線です。だからその境界の上にこの点が乗っているっていうことは何なのかっていうと、この不等式の制約は、統合で満たされているということになります。この最適解において。いいで,すかで、相次問題の方を見てもらうと何なのかっていうと、今この中縦の直線、これあるんですけど、これは実は、えー、っと、2Y1、ダイナイコール3。 っていう不等式が表す、えっと、領域の境界になってます。で、この最適機械、y1y2 が2分の3ゼロっていう点は、その領域の境界の上に乗ってるって形になってます。つまり、2y1、えっと、ダイナリーイコール3っていう制約は、統合で、この最適機において満たされているという形になるわけです。で、先ほどこのなんか変な話で並べましたっていうふうに言ってるんですけども、何なのかっていうと、この統合で成立しているこの制約、今これ、 囲んでます。で、対になるものを見てみると。こなんな感じですねで。そうすると、何がわかるかっていうと、必ずどちらか一方は、統合で成り立つようになっているってことがわかります。どちらか一方は何かっていうと、例えばこの x1 プラス 2x2 小内イコール2っていう制約と、y1 ダなりイコール0。 っていう制約を見ると、どちらか一方は、この場合は左側あるけども、最適解において統合で成り立っている。っていう性質が、この4組どこでも起きていることになります。で、これは今、この問題、この例では、そういう性質が成り立っているんだけども、実はどんな線形計画問題を持ってきても、両者に最適解が存在すれば、これが成り立ちます。っていうのが双方性です。で、逆に、 そのような性質を満たすような境界があったら、それは実は最適解です。ということまで言えます。っていうのが双方性定理です。何を言ってるんでしょうとなんで、ちょっと一応もう書きますけど、こういうものです。双方性定理。今、X、これは一般的に書いてますけども、あの総、相追問題と相対問題、先ほど導いた、あの、一般系で書いてます。で、X1、X2 が主問題の最適解。 Y1Y にはそういうものの最適解であることの必要十分条件はですね。必要十分条件は何なのかっていうと、まあそもそも X1X には協会、Y1Y には協会である必要があるんだけども、それ以外に先ほど言っていた、その組になる制約を見たら、どちらかが必ず等式で満たされているっていう条件が成り立っているというものを書いたのがここの式です。<laughs> これは読みにくいんですけども、これ何なのかというと、まあ一応呼びますね。x1 点値、y11 点値プラス、y 2点値、y2-1 が0。<laughs> これは何言ってるかっていうと、<laughs> 自分でもわかんなくなってきたんですけども、えっと、この書き方で言うと、この x1 が0以上っていう部分と、ここかなこの部分。この部分これ対になってる。っていうふうに思います。 で、今、x1 っていうのは、なんかある次元のベクトルなんですけども、えっと、これですね。えっと、c1.1x1 っていうのはこれ定義されてますから、c1 と x1 っていうのは同じ次元を持ってます。で、ここの、あの、相対問題の方の、これ、対になってるのは、これ c1 っていうのが右辺にあるので、ここは何個不等式があるかっていうと、x1 に入っている変数の数だけ不等式があることになるわけです。なんからその x1 の一つ一つの成分が、この右側の相対問題の、 等式の一つ一つに対応しているというふうに思うわけです。思うわけです。で、今、この右側の式、これ書き換えると、書き換えたい。書き換えると、これあんまり右上に書くと、あとで録画で見えないんですけども、これ書き換えると、えっと、a11.y1 プラス a21.y2 マイナス11が0以上こういう式になってます。 だから、何なのかっていうと、この総合線のことが書いてある、ここの式ーは何なのかっていうと、えっと、え、まずだから、えっと、今の、主問題の方が、これ X1、これ0以上です。で、このカッコの中、これも、えっと、Y1Y2 が相通問題の境界やったら、これも0以上、この式から。ということになるわけです。だから、0以上のものの内積を取ったら0になりますよ、っていうふうに言ってるわけです。これは何 この式は、まあ、何かってこ、これ内積なんで、この各成分に対して i っていう、えっと、そ字をつけると、えっと、成分ごとの積の和なわけです。これ内積ですから。で、これがゼロだって言ってるんですね、今。あの、その相互性定理の条件は。だけども、この各成分、これどれもゼロ以上なわけです。この制約から。この制約とこの制約から。だから、 この内積が0だってことは何言ってるかっていうと、この和において、和において、x1i かこの括弧の中のどちらかが必ず0ですよってことを言ってます。で、これは先ほどの言い方で言うと、ここの対になっている変数と制約のうちのどちらかが必ず0になっていると。統合で満たされることになっている。わかりますかね自分で言っていて自分でわかんないんですけども、自分がわかんないことは伝わると思わないんですけど、わ <laughs> かりますかねいいですかねってことを、 入ってる式だと思ってください、これは。で、同じことが、もう一つの方でも言えると。で、これはどこの次になってるかっていうと、ここですね。この部分とこの部分が次になっているという形になってます。はい。で、えー、っと、そしたらこれはここですね。で、同じ形で、その成分ごとに見ていくと、この各成分において、どちらかが必ずゼロになっている。統合で満たされているという形になるというのが、この双方性定理です。で、 えらいのは何なのかっていうと、これが両目で、両目で成り立つっていうことです。何が偉いのか <laughs>、またこの権威を押し付けるみたいでできないんですけども、何なのかっていうと、今、この上の条件は X、X1、X2 が最適解、Y1、Y2 が最適解っていうふうに言ってるので、上の、その、矢印の左側は、大きくしますよとか、小さくしますよっていう、なんか意識を言ってるわけです。 最大化したい、最小化したいっていう、なんかそういう意識をすごくこの左側の条件を持ってるわけです。で、一方で、それと同値なこの4つの条件。これ何なのかっていうと、これは、ただ単にある式を満たしてますか満たしてませんかっていう条件を言ってるだけです。だから、なんか、もともとなんか最大化したいとか最小化したいっていうのが意思を持ってやっていたはずなのに、あるなんか4つの条件を満たすものを見つければ十分ですよっていう、なんかすごくなんか外傷化した問題に、 最適化問題を書き直してしまってるわけです。わ、わり紹介したって言っちゃいけないんだけども。だから、その、ある条件を満たす、X1、X2、Y2、Y2 を見つけてくださいっていうふうに言ってるだけ。で、それは、この、教養界って言ってるのは、この、ここに書かれている、その、不等式、等式を満たすことしか要求していませんし、この総合性って言ってるのも、ここに書かれている式を満たすことしか要求してないわけです。で、その式を満たすものが見つかれば、突然、それが最適化ですよってことまで分かってしまうっていうのが、総合性定理です。だから、その総合性定理を使うって、 最適化をすることができるわけです。最適化をしようとすると、なんか、より良いものを見つけましょうっていうような気分を皆さん持つかもしれませんけども、も実はそうじゃなくて、この4つの条件を満たすものを見つけましょうっていう、ま、全く別の問題を解くことでも、最適化できるわけです。っていう新しい視点が、この双方性定理によって生まれてきます。で、この視点は非常に重要で、今後の話では、最大流問題や最小用流問題を解くときに使っていきます。 実はその時では、その時にはこの大きくしようとか小さくしようっていう意識は全く持たずに、この4つの条件を満たす何かを見つけましょうっていう話をしてきます。これはまあ後半の話で特に謙虚になるんですけども、まあそういう話は続いていると思ってください。はい。という形でこの双合性定理は使うんですけども、今からやるのは、今日双方性定理を認めれば、この双合性定理が,が導けるってことをまずご紹介します。まずこれをご紹介します。で、それで今日は終わりになります。 はい。じゃやっていきましょうと。今、えっ、ー、と、これ、総合性定義をあ書き直しました。何なのかっていうと、えっ、ー、と、X1、X2、Y1、Y2 が、えっ、ー、と、最適解であることの必要十分条件が、まあ、協会であることと、なんか、二つの条件を満たすこと、というふうに言いましたと。で、これは両向きの矢印なので、今、これ証明するんですけども、片方ずつやっていきます。じゃ左から右やっていきましょうと。だから X、X1、X2、Y1、Y2 は最適解だと仮定します。でそうすると、最適解の定義から、最適解はそもそも協解です。 だから、この初めの一行目の、えっと、条件、これは、えっと、確実に満たされます。だから、後が確認するのは、この二つの、えっと、等式です。これが成り立つことを言いましょう、ということになります。で、やっていくんですけども、そもそも x1 と y、x1x2y1y2 は強化やだっていうふうに分かったので、この x1 点値とこの括弧の中身、これは全部0以上だってことが言えてます。だから、その内積も0以上です。じゃあ、この式ずっと見ていきます。じ、じっと見ていきます。 で、変形するんですが、えっと、まず、これは、えっと、変形する前に、えっと、何なのかっていうと、これを足します。で、これ何なのかっていうと、これは、このカッコの中身、このカッコの中身は、ここの部分になってます。だから、何なのかっていうと、ここの部分。これ書き換えると、これがゼロだと、わかります。ゼロベクトルですね。ベクトルだとわかります。で、X に、 と、ゼロベクトルの内積なんで、この部分全体これゼロなわけです。だからこれはただ単にゼロを足したっていう式になっています。ただ、こう書くことによって、わかりやすくなるんで、こうしてます。いいですかで、ここで試験計をしていきます。こんな感じになります。今、えっ、ー、と、この X1 点値を書きたくなかったんです。X1 点値を、えー、と分配してます。 分配して、えっと、わ、わ、えって、えっと、X2 点値を分配して、Y1 に関する部分と Y2 に関する部分とその他の部分に分けて、えっと、書いてます。で、これは G と見てもらえば分かるので、G と見てくださいと。えっと、Y1 に関わる部分が x 1点値 Y1.1 点値と、x 2点値 Y1、2点値とあると。こう出てくると。こういう感じですね。で、同じように Y2 に関わる部分とその他が出てくると。こういう形になります。ここはいいですかね。で、そうすると、何が分かるのかと言われると、 えっと、こうなると。今ですね、この x、x11 点、そうか、分かったぞ。やらなくてゃいけないのは今、この、えっ、ー、と、x1 点値、y11 点値、プラス、x2 点値、y2 点値。これなんでしょうって言われて、これは、あ、これ x1、あ、a11x1 点値、プラス、a12x2 点値になります。ですね。ですか で、これはまた天地行列の、えっ、ー、と、定数から、a11x1 プラス a12x2 の和の点地。こういう形になるんだと。ですね。で、ここで,で、これを見てもらうと。これを見てもらうと。でそうすると、この左辺、えー、とこの左辺は、今これ書いたものの、このカッコの中身です。ってことなので、これ全体は、えっ、ー、と、b1 天地以下と,ということがわかります。ですね。 下すぎる。大丈夫かね。で、今ですね、えっと、X で、これ、ここに Y 値があります。Y 値があるんだけど、Y 値は0以上です。だから、0以上のものと、このなんかかけてるんだけども、そのかけてるものが、えっと、B 値、点値以下。なので、その内積は、えっと、この、えっと、不等号の向きを同じにして、置き換えられます。すね、いいですか で、同じように考えると、この x1 点値、a21 点値、x2 点値、a22 点値は、b2 点値に等しいというのがわかります。で、それで置き,置き換えてます。ですかね。いですか。で、そうすると、今こういう式が出てきてるんだけども、うよく見ると、前の部分、これは、えっと、もう相対問題の目的関数になってます。で、後ろの部分は、えっと、主問題の目的関数にマイナスをつけたものになっているわけです。 で、ここで、弱相対定理をついてよ思い出します。弱、JA、あ、違う違う違う。今日相対定理を思い出しますで。そうすると、今、x1、x2 は最適解、y1、y2 は最適解だったので、その目的関数値は1するはずです。だから、これイコールゼロになります。ゼロゼロで、すべて、挟まれてるものなので、この中身全部ゼロになるわけです。この中身全部ゼロです。 つまり、この初めの式、この式。これゼロになるということがわかります。この式何だったかっていうと、ここの式ですね。だからこれによって、この3番目の条件が導かれたということになるわけです。いいですか。で、同じようにすると、4番目の式も導かれます。これは書いてあるので、まあ、見てもらうと、同じ導出法で導かれるということがわかります。ので、これは後で見ておいてください。 はい。で、これによって、左側、最適解であることを仮定すれば、4つの条件が満たされるということが言えました。はい。じゃあ逆に、えっと、この条件が満たされたら、最適解であるということを言いましょう。で、実は、えっと、こっちは簡単で、えっと、なんでかっていうと、今、この 4, 4つの条件を満たしていたら、というるときに、この目的関数字は等しいということを言えばよい,いうことになります。で、そうすると、えっと、相対定理から、えっと、この x1x2 が主問題の最適解、y1y2 が相対問題の最適解だったとを言えます。 だから、この等式を言えばいいんです。で、それを、この条件から導いていくということになります。で、実際にやっていきますと。で、今、弱相対定理を知っているので、えっと、主問題の目的関数値は、えっと、相対問題の目的関数値以下です。だから、えっと、ここの式はゼロ以上になるということがわかります。で、ここからスタートしていって、最終的に何をするかっていうと、これ、点々点々、点々点々って、最終的にこれがロ以下だってことを導くと。 いうことをしていきます。で、どうするかというと、今ですね、ここに対していろんな、えっ、ー、と、この制約から導かれる式を書いてきますと。で、今何を書いてるかというと、あ、これは、えっ、ー、と、何を書いてるのかというと、パッと見てわかんないんですけども、今、えっ、ー、と、この b 2点値 y 2のところを、えっ、ー、と、これはスカラーなので、点値の順番を書いてます。内積の順番を書いてます。で、c 2点値 x 2の部分は今そのまま書いてるという形になってます。で、これ b 1点値 y 1があるんですけども、今、えっ、ー、と、 B1 がここですね。B1 ここにあるので、これをこの左辺のもので置き換えて、点値を取ります。でそうすると、これは出てきます。ちょっとこれはちょっと時間がなくてあんまりよろしくないので、ちょっと端折ってるんですけども、今言ったように B の、B1 に対して、これを置き換えて、点値を取るとこれが出てきます。でそうすると、えっ、ー、と、この不等式の向きと、あと Y1 が皮膚であることから、この不等号の向きが出てきます。 で、後ろの方、C1 の部分に対しても同じように置き換えをしてるんですけども、これも、ここですね。この式を使ってます。ということになります。使ってた、な、なんなのかっていうと、えっと、この、共オを使って、この式導いてると。で、これ、マイナスがついてるので、不等号の動きもそのまま出てくるという形になります。ちょっと、ここは、ちゃんと計算してもらうと、わかると思います。で、そうするとですね、いろんなものが消えます。これ、消えるのかな 消えます。はい。消えますで。他に消えるものはないと思うんですけども、これは消えます。で、消したものはこれです。<laughs> と思います。で、そうするとですね、あと何がわかるのかというと、えー、っとですね。今ですね、えー、っと、B2 がここにあって、えー、っと、C2 がここにあるんですけども、この等式の制約がありますので、それを使ってこの B2 と C2 点値を置き換えます。で、置き換えたのがここですね。 そうするとこれ置き換えて、これ展開するとまたいろんなものがこれ消えます。じっと見るとなんか消えるんですけども。ここら辺、ここら辺がこう消えて、ここも消えるとか。こんな感じになると。あ、これも消えますね。ああ。これゼロですね。<laughs> ということで、えっと、この、示したかったこれ。 がゼロであるということが導けたということになります。以上ですね。<laughs> はい。で、これでまあ一応証明ができたということになります。で、これで総合性で得られたと。だからまあ、競争追定理を、えっと、仮定すれば、この総合性定理が証明できるという形になっています。はい。では、えっと、まとめなんですけど、先ほど言った通り、この左側の条件は、なんか最適性、だから大きくしたいですよとか、小さくしたいですよっていう気持ちを持っている、 条件なんだけども、右側に書いてあるのは、ただ単にある式を満たしますか、どうですかって条件書いてるだけなわけです。だからその大きくしたいとか小さくしたいっていう意識は、はもう我々今後持たずに、ある条件を満たしますかどうですかってことだけを考えていくって話が続いてきますけども、まあ、それはちょっと後半の話になります。そ,そこで私の総補性については、えっと、深く理解していきたいと思います。はい。じゃあ、えっと、今日は一応線形計画法の、えっと、 復習という形で、それは何なのかってことと、相対定理と相方性定理という重要なものを紹介しました。で、これは今後出てきます。で、次回やるのは何なのかっていうと、この最大流問題を線形計画法の視点で見直します。で、それによって、当時その相対定理を使って最大流問題の性質を調べるという話をやっていこうと思います。はい。では、えっと、今日の授業はこれで終わりになります。 では、ちょっと残った時間今日は少なくて申し訳ないんですけども、えっと、クラスルームの方に行っていただいて、今日のコメントを提出して終わりにします。はい、では、えっと、来週はあります。ので、えっと、来週も書いてください。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。